お疲れ様です。チャー TV 中の人、内場4島いています。よろしくお願いいたします。ということで、今回もウィニングポストナイン2021やっていくんですけども、今回はですね、銀札ってご存知ですかね。上のところを見ていただくとわかると思うんですけども、日本の国旗がね、書いてあるところの右側にお守りってあると思うんですね。木釣りでやられている方はね、僕以上に持ってる方はいっぱいいると思うんですけども、なかなか最初ね、厳しいですよね、お守りっていう、なかなかこう集まらないじゃないですか。なので、今回はですね、銀札、真ん中の札ですね。緑、釣りが、うですね。その が銀なんですけども銀札で序盤で一番おそらくいいんじゃないのかっていうね牝馬をお久しぶりに1頭だけフォーカスしてね動画作らさせていただいておりますのでぜひ最後まで見ていただければと思いますなかなか手に入らないかもしれませんけども銀札だったらなんとか頑張ればいけるかもしれないどうしようやってみようかなっていう形で銀札1枚でね手に入る馬が1頭いますんでそちらの馬どの馬かと言いますと こちら、ロジータでございます。ロジータ皆さんご存知でしょうかね。川崎競馬場行ったことある人だったり、多いだったりっていうね、地方競馬ご存知の方だったらね、ロジータ知ってる方結構いらっしゃると思うんですけども、非常にね、優秀な牝馬となっております。もうロジータがね、ロジータして、ロジータしていく世界がね、地方競馬ではね、一瞬ですけども、あった時代があるんですね。それぐらいね、めちゃくちゃ強いよね、馬の一頭なんですけども、意外とね、知られていない、なぜかというと地方競馬だったから、あんまり意外とね、中央の方ではね、名前が出てこなかったっていうところで、どうしてもね、地方と中央にね、まだね、 壁があった時に活躍していた馬なのでねちょっとね今だったらもっとねかなりね名前売れてたんじゃねえのかっていうね感じかもしれないまあでも普通に競馬知ってる人だとね結構有名な馬の一頭なので知ってると思うんですけどなんとこの馬ね銀札なんですよね銀札なんですけども非常に能力値が高いっていうのとそれとですね こういった形で、名馬列伝見ていただくとわかると思うんですけども、東京大商店の川崎記念と南関東参観しております。もうダートだったらね、これでもかっていうぐらいな形でね、牝馬でありながら、羽田杯、東京ダービー、東京王冠賞っていうね、南関東参観っていうね、参観は実はね、ご存知の方少ないかもしれないんですけども、あるんですね。で、ジャパンカップにも地方代表として呼ばれたっていうね、芝の国際レースで3歳の牝馬でね、出て大差では破れてはいるんですけども、非常にね、その時に名前を覚えている方はいるかもしれないですし、その後にね、3 でも非常にね優秀な参考を出しております息吹ガバメントだったり加熱フルーブですねナスルエルアラブとのね子供のシスターソノだったりねそこからねダービーグランプリとか勝ちまくったレギュラーメンバーが出ているっていう形で非常に優秀な品系をね出したロジータなんですけども育てていくとねロジータ系っていうね品系を作れるぐらいね非常にね母系としてもしっかりしているんですねでミルジョージの子供なのでねずっとね長く活躍できるっていうところも非常にいい馬ですし逆に言えばね川サ記念なんかはね 全ゼロ倍ですからね。他の馬の単勝が全て万馬券っていうね、強烈なレースをね、実はやっているロジータなんですけども、それ以上にやっぱりね、血統もかなりね、優秀となっております。以前のね、2020の動画でもロジータはね、繁殖品馬としては優秀だったのでね、チップトップ系っていう形でね、常にもうね、独立してる品系を持ってるので、非常に優秀なので、お勧めさせていただいたんですけども、それ以上にね、ST 系と SP 系がうまくね、組み合わせていて、ミルジョージっていうのがね、ミルリーフの直系になってますんで、血統の方ですね。なので、このままね、大 大きくね発展するってこととはほぼほぼぼありりえなない系統となってておりますすそしてミルリリーーーーフねねボーサーゲイロードロドックエラですから、ね、もうこの4つの系統はね、このままね、保護しない限りはね、反映しない形になってますんで、そういった部分でもね、ロジータっていうのはね、銀札なのでね、間に合えばね、この馬はね、確実にいいっていうのがもう一つありまして、この時代ね、スピード B なんですけども、しっかり育ててあげれば、もともと大舞台交流重賞ボバ混合っていうね、非常に扱いやすいね、競争馬のね、特性も持っていて、柔軟性も非常にあって、 変更もあってね。もう非常にね。パラメーターがね。バランスがいいんですよね。ロジータっていうのはねなので、このままね。どうやってね。この馬をね。育てていけばいいのかっていうぐらいな形なんですよ。まあ芝に関してはね。ちょっと若干ね。厳しい。やっぱり欲しいのはね。牝馬三冠っていうね。三冠っていうね。文字が欲しいと思うんですね。で、実際ね。ウィニングポストってちょっともったいないのが南関東三冠できないんですよね。南関東三冠ができないので、そう考えるとまあ、地方競馬。もうちょっとフォーカス出して地方競馬のね。オープンレースぐらいはね。出して欲しいな。どうでしょう？光栄さんみたいな。 なんですよもうそうすると、海外しかもう行くところがないんですよね。なので、海外にね、目を向けていただいて、海外に出ていく、こういった形のローテーションを組んでいくと、この馬っていうのはね、大化けしますね。1月の2週にとりあえずね、まあ、どうしても今回ね、かなり強めに出るね、海外遠征初期デバフっていうのがありますんで、それをね、とりあえずクリアしていただければ、サンタニアオークス、ケンタッキーオークス、エイコンスックス、マザーグステックス、CCA シシオークス、アラバマステックス、ベルデームステックス、ブリーダーズカップ、ディスターフまでね、ずーっとダートのね、中距離路線を、ひたすらね、アメリカ、 で走っていただくとかなりこのロジータってのをお化けしてくれる一頭となっておりますどのくらい化けるかと言いますと これぐらい化けます。まあ、レースとしてはですね、サンタニアオークスはちょっとね、オープンマインドっていう馬がいるので、オープンマインドとね、ロジータがね、こう常に戦っていくっていうね、形のね、世界線になっていくんですよ。ケンタッキーオークスでね、ですね、オープンマインドより先にね、仕上がるロジータが勝つんですね。ここで一発ね、オープンマインドとね、サンタアニタオークスでね、オープンマインドとね、ライバル関係になると、こっからはもうね、オープンマインドをひたすら倒していく形になっていくんですね。で、間にね、挟むね、マザーグスステックスに関しては G2 なので、だいぶ 自体の特性がうまく作用しないので、そうするとね。負けたりはするんですけども、普通にね。g1 だったらね。ロジータ負けません。ケンタッキーオークス買ってイーコーンステークス買って c c a オークスアラバマステークスね。買ってその後ね。どうしても秋口になるとね。こう下がってきて東京大賞典でね。稲荷湾にボコボコにされるんですけども、もまあ自分のまかっこの閉じって感じなんですけども、簡単に言うとトリプルティアラができるんですね。海外のね。米国の牝馬三冠ができるっていう考え方ができるっていうかなりいいと思いますね。全日本に最優先勝,勝った後にね。g1 を4勝を重ねて3サイバー 引退していくんですけども、早めのね。引退なんですけども非常にこのロジータはね。かなりダートでいきなりね。牝馬参観できるっていうところ、かっこ米国ですけども非常にその部分でね。g1 をね。最高で67ぐらいまでね。持っていけるので銀だったりね。どうだ,だったり、ギリギリのね。電動馬のところになってくる。僕の場合はね。どうだったんですけども。もう12。勝失するとね。銀のね。電動馬になると銀札で買って銀札で返ってくるから非常にね。その部分ではかなりコスパのいい一頭なんじゃないのかなと思います。それ以上にですね。ロジータはね。史実馬でかなりね。活躍馬出してますんでまあ。いわ ね見えないマスクデーおの,、ねね、のこと、ロジータはですね、ルドルフと S 配合ができたりとか、ニジンスキーと S 配合ができたりして、そしてね、A 配合でも非常に爆発力を稼げる石の光だったりね、アレツだったりね、ファーディナントだったりっていう形で、世界のね、馬たちともかなり相性が良く、なおのこと、日本国内のみだけ見てもルドルフとレスで配合評価いけるっていうのと、石の光だったらね、A 配合 で爆発力25ですからね非常にいいと思いますまあ1年目のお披露目配合だったりっていうのがねくっついてくるので上限すると思うんですけどもずっとコンスタントにある程度爆発力そして尚のこと評価も高い状態で非常にずっとロジータってね、えー、活躍できる繁殖品場になってくるんですねちなみになんですけ、ね、ど私のセーブデータですとロジータ勝負根性だったんですけどももっともっと追い込むとね因子もう追個込けられるぐらいね非常に強い馬の一頭なので、えー、追い込むは追い込むほどねこの因子のところ2個つくのでそうするとよりね爆発 力だったりサンクエのねインシケーションっていうのが非常に強くなってくる部分があったりしますんでロジータはねかなりねコスパのいい馬の一頭ですし逆に言えばね牧場の基礎をね築いてくれるような馬の一頭になってくる馬となってくるんですけども唯一ねちょっとねもったいないっていうのがね小出しが非常に高いってい先ほど説明させていただいたんですけどもマスクデータでね小出しって何っていうとそれはまた別の動画でねご説明させていただければと思うんですけども小出しが高いイコールね死実馬を大量に出すんですねロジータってなので今 もね先ほど配合評価こういった形でね、星のマークが出てると思うんですけどもこれ星のマークイコールね、死実馬がその年に生まれているんですね。ナスエルアラブとのね、先ほどの説明の中で、一頭ね、シスターっていうね、馬がいるよって、そこからね、また自由アが出てくるよっていう形のお話させていただいた。そうなんです。この馬ね、結構ね、死実馬がポン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 出ちゃうので、自由にね、配合しづらいっちゃ、しづらいんですけども、犬の世界でね、自分の競争馬ライフ、馬主ライフ、牧場ライフをね、楽しんでいきたいっていう方だったら、逆に言えばね、死実馬が生まれない なくてもいいっていう方であれば、2次ンスキーつけてみたりね。ルドルフですね。皇帝からね。ルドルフ系をね。排出していきたい。まあ系統としてね。広めていきたいっていうルドルフをルドルフしてルドルフしていく世界を作りたいっていう方であればロジータかなりね。おすすめな一頭ですし、この後ね東海帝王も降りてくるんですね。東海帝王とねくっつけたら、もう大変なことになるんじゃないのか、みたいな感じにもなってくるのかなと思いますし、非常にね。面白い系統をしておりますので、ロジータはね。かなり、今回はね。所有して競争成績も上げさせて、なおのこと繁殖牝馬としてもね。 かなりずっと馬として活躍する。何が言いたいかというと、この馬、銀札なんですけども、ロジータが一番最初に絶対に手に入れた方がいい馬の一頭だなと僕は思っております。当然、オグリキャップだったり、ボバでね、かなり強い、まあ、東海テープもそうですけども、虹札だったりっていうね、馬をね、持ちたいなって思われるかもしれませんけども、金札だったり、銀札、稲荷湾だったりね、かなりね、あ欲しいなって思う馬いると思うんですけども、繁殖品馬になる品馬の方が、後々めちゃくちゃね、回収できますから、普通に考えてみてください。 ロジータでねこれだけね後配合をずっとし続けることができるってことはイコール電動馬になった時にお守り帰ってきますからねだからそう考えるとロジータっていうのはめちゃくちゃ未来があるね馬になっていますここでまだ4歳ですからね非常にやばいと思いませんかでずっとね毎年配合し続ければ毎年やばい馬が出たらって考えるだけでゾッとするぐらいねこのロジータっていうのはね伸びしろがね半端ないですから非常にねおすすめの一頭となっております今回はね本当にロジータのみにね 一頭に久々にフォーカスを当てさせていただいてるんですけどもまあぶっちゃけだなし91年から始めたらねすぐ必死アマゾンっていうねもう強烈な女帝出てくるんですけどその前にね牧場の基礎いく84年からね始められる方なんだったらね牧場の基礎作っていきたいっていうのであればロジータはねかなりねいろんな系統との相性がいいっていう部分に関してはかなりおすすめの一頭かなと思います系統がねまあミルリーフ系っていうところと本当にねチップトップっていうね品系がしっかりねしているっていうところそしてこれからね、ね、ずっとの世界でも どううししてててもねね活躍してくる手術馬っているっいと思うんです、ね、そのもも血統統的にに相性がいいねねねねロジーータは、ね、ミルリフって非常に優秀な系統なんです、ね、実は、ね、その部分から考えてもロジータっていうのはね、絶対に序盤で獲得しておいた方がいい馬の一頭だなと思いますので、ぜひね、まだまだね、序盤の方でね、どうしようかな、ああしようかなっていう形の方いらっしゃるようであれば、このロジータ。あとはね、2周目でやっていくんだったら絶対この馬をね、所有してトルプルティアラさっさとね、しといて速攻でしおりと結婚していくっていうね、 セーブデータ作ってみてはいかがかなと思いますので、このロジータね、今回かなりおすすめな1等となりますので、ぜひね、ご購入検討してみてはいかがかなと思います。こんな形で引き続きね、1等にフォーカスしていく動画も作っていきたいと思いますし、まだまだいろんな動画出していきたいと思っておりますので、ぜひちょっとでも面白いなと思っていただいた方は、チャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。今回はここで終わりたいかなと思います。またぜひ次の動画も見ていただければと思います。それでは次の動画配信でバイバイ。